はい、じゃあ見ていきまーす。まず俺が DT 砲ですね。開幕 DT 砲で、マフマスさんが右寄りのカウンターかな。DT パフェの構えで、DT パフェないですね、これ。DT パフェないんで、ドネイトに、切り替えました。どん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 火力を送りながら、緑ハッカーじゃない、紫ハッカーか。紫ハッカーで、何連あるんだ ?1、2、3、5、6連かな ?6 連で、俺 DT 砲組んでるが、若干地形が乱れた。若干地形乱れたけど、まあ、これぐらいなら、全然まだまだリカバリーできますね。まあ、しっかり2ライン消しで、相手に火力を送りながら、どんどん掘っていきます。6連結構でかい。6連が飛んできて、まあ、なんと硬いんだけど、結構苦しい状況ですね。紫ハッカーで1、2、3。いや、でかいぞ。これもでかい。まあ、これも6連かな ?6 連で俺 DT4。T ミの間に合うか、これ。T ミの間に合わないと、まあ、察知して、アイスピンしましたね。アイの結構、T スピントリプルの形って、アイスピンが入るんで、まあ、妥協するときにおすすめな、リカバリー法ですね。どん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 掘って、掘り切れましたね、これは。さあ、どうだ、これ。2連鎖で、埋まったように見えるが、さあ、回して、単発。振らない。3列で振らなかった。いや、回し上手いですね、やっぱり。回し上手いし、回しの精度も高い。さあ、決まりそうで決められない、ちょっと。TSD で、2ダブの3。2ダブの3で、俺、エルミノの置きミス。エルミノ置きミスして、置きミスしたけど、ま、しっかりリカバリーして、赤ハッカー何連あるんだ、これ。1、2、わかんない。ちょっとわかんない。4、5、6、7、8連か。8連飛んできた。しかし、俺、8ダブか。8ダブですね。しかし、これは耐えられる。割と連続いきそうですね。J ミノ、アイミノまでかな。さあ、ここで後打ちお互い従ってますね。カサカサして。できるだけ俺も総裁に当てないと、おい、致死量になっちゃうんで。総裁当てて、ギリギリ耐えれるね。ギリギリ耐えました。前の先打ちしちゃうと、明らかに火力が飛んできちゃって、白になってしまうんで、ああいう時はしっかり後打ちを意識しましょう。これもそうですね。お互いカサカサして、待ちながら、まあ、できるだけ後から打って、まあ、総裁に回すと。こういう心理戦があるんですよね。8連鎖飛んできたが、まだギリギリ耐えてる。マージン入ってますね、これ。かなりマージンが入ってて、すごい、ワンミスでお互い死んでしまうような感じですね。さあ、どうだ。タイミング見計らって81引いた。4連、多連結の4連。まあ、これは帰りますね。マージン入ってるんで。連チックに組みながら、相手3つつ、どうなるんだろうな、これは。これ結構穴次第になってくる。2取りの3取りだったかな。後打ちして、赤玉2個帰るが、マージン入ってるんで帰りますね。4連鎖。さあ、テトリスの1ライン消しで攻撃が送るようになった。これは強いぞ。イスピンダブルで、千鳥講師っていう技ですね。今の千鳥講師っていう技で、まあ、T スピンダブルの先読みを、さらに先読みしていく感じの技です。さあ、ここまでマージンが入ると、かなりテトリスに分がある。イースピンダブル打って、テトリス打って、もうどん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 、
後打ちを意識しながらどん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 。2連鎖も後打ちでしっかり返して、ピースピンダブルで決めていくと。いや、これ、やっぱ二つの画面見ながら解説するの難しいですね。初めてやるんですけど、解説。両方の画面見ながらだとやっぱ難しい。片方だけだったら全然できるんだけど。すごい難しいですね。さあ、Tスピンダブルで、マフマスさんは、どこハックだ？青ハックかな？できる単発でちょっと。おったが、うん、これどうだ？決まりそうか？これはわかんない。青で回せるか、回して青で単発に耐えたが、いやー、耐え方うまいっすね、やっぱり。さあ、緑が引けなかった。これも DT 砲かな、多分。DT 砲を組んで、あ、自分の一番好きなテンプレですね。単発。単発は多分ミスでしょう。浮きミスだと思います。これ DT パフですね。青が来るか。青来た。4連で一応帰るか。4連じゃない、5連あるか。この黄色うまいな。この5連は見えないですね、普通。さあ、どうだ、これは。レンツ投げて、4連で対応してくる。これ、ティミの置きミスが若干痛い。シングルから、まあ、ティースピンダブルテトリスの構えだが、マフマスさんも黄色ハッカリ結構でかいんですよね。受けてからカウンター狙ってるんですけど、どうなるかと思ったけど、カウンターやめて普通に操作に当てましたね。平積みで、これはどこハッカーなんだろう。黄色かな、どうだろう。2段埋まって赤ハッカーで繋がってますね、ちゃんと。なるほど、そういうことだったのか。さあ、6連鎖、6連打ってるけど残しもいいっすね、やっぱり。あ、高い、これは高い。黄色ハッカーかな、すごい高いんで、潰せそうにないですね。あ、でかい。これはでかいぞ。耐えられるか。8連鎖飛んできて、厳しいですね。さあ、決まっていく。僕ちゃんに惚れるんじゃないよ。これは開幕 TSD かな、多分。まあ、最初のネクストで大体その開幕は決めてるんで。まあ、大体わかりますね。あ、T スピンダブル、T スピンダブルとどん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 火力を送って。テトリス、T スピンダブル、テトリス。2連。これは決まりそうだが、どうだ。さあ、決まっていく。あ、普通に決まっちゃいましたね、今のは。もう一試合見ていきましょう。いや、やっぱ両方の画面見るのきついんで、かなり解説抜けてるとこあると思うけど、まあ、そこはご了承ください。片方だけならね、全然いけると思うんだけど、二つの画面見るっていうのはちょっと予想以上に難しい。さあ、DT 連ですね。DT 砲からの連。さあ、割と組み切って、どうだ？繋がるか？若干繋がらなそうなんで、一回ダブルで送ると思うけど、色が引けなくて刺さったのかな？ちょっと手戸側の方見てたんで、
いまいちわかりませんでしたけど。はい、DT4 です。さあ、再び DT 連ですね。DT 連で、あ、ちょっと怖いんで、地形発火しましたね。あんまり詰めすぎると、あ、ちょっとした攻撃で刺さってしまうんで、さあ、ここら辺で、まあ、待機しながら後打ちを待ってますね。2ダブ5ラインなんで4ラインだから1ライン来る。あ、これが火力になりましたね。さあどうなるこれは。7連対17連、あ、18連か。18連の方がでかいと。18連だったらどれぐらいだろうな。9連鎖は必要かな。やっぱり DT 連の強いところって DT 砲で相手の場を埋めてから連なんで、結構場を乱してから、今の大海のんじゃない、ジェイミの大海の Z ミノでパフェあった気がするな。やっぱりプレイ中はそんなに見えてない時でもリプレイを見ると見えるっていうのはありますよね。あ、これも若干後打ち意識してるが、あ、マフマフさんもそれを、まあ、誘導するかのように単発であえて消してから俺の後打ちを打たせてしっかり後打ちしていくと。まあ、陽動してる感じですね、さらに。まあ、そういう高度な読み合いが発生していると。ダブル消しでどんどん火力を送って、2連鎖で、相殺するが少し降る。あ、これはどうだ。紫で、耐えるが、埋まった。はい、決まりましたね。では、ご視聴ありがとうございました。